タゴソダム、タゴクラダムは、福島県南合津郡タダ町大技、タゴソウ、一級河川、阿賀野川、水系タダ川に建設されたダムである。電源開発株式会社が管理する発電用ダムで、高さ145.0メートルの重力式、コンクリートダム。上流にある奥タダダムと共に、日本有数の規模のダムとして知られている。また、 ダムに付設されているタゴ層発電所は認可出力40万キロワットを有し、一般水力発電所としても奥多摩発電所に次ぐ日本第2位の出力のある水力発電所である。ダム湖はタゴ層湖と名付けられ、財団法人ダム水源地環境整備センター。現在は一般財団法人によるダム湖100000に2005年。 平成17年、只見町の推薦により選定された、越後三山只見国定公園に指定されている。只見川全体における電源開発事業の変遷は、只見特定地域総合開発計画を参照のこと。只見川は、日本有数の豪雪地帯を流域に持ち、その流路のほとんどを峡谷で占める、急流河川である。水力発電には、 格好の条件を揃えた河川であることから、明治時代以降、幾度も電源開発計画が検討された。本格的な開発計画が持ち上がったのは、低新省により1937年、昭和12年から実施された第三次発電水力調査による、同時期電力国家管理の動きが強まり、1939年、昭和14年に発足した日本発送電。 日発が、ただみ川の電源開発に乗り出した。日発東北支社は、水源である、小瀬沼から合流する阿賀野川に至るまで、ただみ川に、ダム式発電所を、海岸上に建設する計画を練り、太平洋戦争終戦直後の1947年、昭和22年に、ただみ河水力開発計画用として発表した。これは、小瀬と銀山平地点及び、 多ゴソ地点に巨大ダムを建設して事業の中核都市、多田辺川、阿賀野川、稲川、大津又川に合計23カ所のダム式発電所を建設。合計出力240万キロワットという東北全域の放造水力の25%を多田辺川で賄う壮大な計画であった。こうした経緯で多ゴソダムは奥多田辺ダムと共に多田辺川の 中核発電施設として建設が計画された。だが、只見川の開発をめぐっては批発内でも意見が分かれた。東北支社は、只見川を一貫して開発する案だったが、関東支社は、小瀬沼の水利権保有を盾に、小瀬原ダムを利用した溶水発電を行い、只見川の水を利根川に分水する計画、小瀬分水案を提示し、これに反対する東北支社と対立した。 さらに、新潟県が品野川に分水する計画、ただ見川分流案を同時期発表したことで状況はさらに混した。その上、1950年、昭和25年に飛発が分割、民営化して旧電力会社が誕生。日発東北支社は東北電力に、関東支社は東京電力に改組、発足し、別会社になったことで、利害対立はさらに先鋭化。 翌年には電源開発が発足してただ見川の電源開発計画に参入したことで完全に状況は暗証に乗り上げた。折から国土総合開発法が1952年、昭和27年に施行され、大規模総合開発による地域振興を目的として、全国22地域が特定地域総合開発計画の対象地域に選定された。 この中でただみ川も、ただみ特定地域総合開発計画に指定され、協力かつ統一的な電源開発が求められるようになり、早急な開発着手が要請された。政府は状況を打開するため、電源開発調整審議会を設置。推理権を含め、大規模なただみ川電源開発計画を、どのようにして各社に分担させるかを調整させた。 この結果、1953年、昭和28年7月、調整が続けられた畳川電源開発の骨子が固まった。内容としては、基本的に、東北電力のオス畳、川筋水力開発計画概要に沿った事業計画となり、一部新潟への分水も盛り込まれた。また、ダム事業の分担については、タゴソウ、奥畳の他に前沢ダム、 後の大鳥ダムと滝ダム、そして新潟分水案に沿った水力発電施設は電源開発が本名ダムより下流の只見川と阿賀野川のダムは北電力が事業分担することで決着した。なお、東京電力の大勢分水案は水利権者である福島、新潟両県の強硬な反対と環境問題によって計画には反映されず、 長い瞑想の末に1996年、平成8年事業自体が中止となった。タゴソーダムは1949年、昭和24年6月より地質調査に入ったが、その前年の1948年、昭和23年に、伊北小学校においてただ見川電源、開発説明会が当時の事業主体であった日本発送電によって施された。 ダムによって水没するタゴソウ集落は山間部の壁地ではあったが、マタギの里であり、林業等が盛んだったこともあり、生活水準は他の山村に比べはるかに高く、電話に加入していた世帯も数件あった。このため、水没するタゴソウ集落50個290人の住民は、ダム建設に対し激しい反対運動を繰り広げ、 事業計画はたちまち膠着状態に陥った。交渉は一向に進展せぬまま5年が流れ、打開策を求めた住民は、1953年、昭和28年6月27日、福島県知事、大竹作間に問題解決のための陳情を行った。これを受けて知事は、保障に関する圧戦案を提示、事業主体となっていた電源開発に圧戦案の受け入れを迫った。 早期の事業進捗を願っていた電源開発はこの圧線案を受け入れたがこの圧線案に提示された保証金額をめぐって大きな社会問題となった。これをタゴソーダム保証事件と呼ぶ問と。問題となった保証金額は当時の一般的な相場に比べて明らかに高額なものであった。具体的な金額は不明だが 参考までに奥ダムダムの保証額を例示すると1件あたり300万円700万円。これは当時の建て売住宅1件の分譲価格が100万円程度であったことを考えると極めて高額であり、タゴソーダムにおいても同様の条件であったと推察される。ところが、この圧線案に対し電力行政を干渉する通商産業省、現経済産業省公益事業局と 河川行政を干渉する建設省、現国土交通省河川局が猛烈に反対した。理由はあまりにも高額な保証金額で妥結してしまうと今後計画、施行される公共事業の事業進捗に著しい影響を及ぼすというものであった。当時は河川総合開発事業による多目的ダム建設が全国的に展開されていたこともあり、 他のダム事業での保証交渉に差し支えることを極度に恐れたのが本音である。事実、新聞報道などでこの内容が発表されると、全国のダム建設予定地の住民は保証金の釣り上げに走り、交渉が長期化する例も出た。一方で保証に関する法整備の重要性が、官民両方から叫ばれ、1961年、昭和36年には、 公共用地取得に関する特別措置法が制定され、後の水源地域対策特別措置法への礎となっていく。保証事件は結局電源開発側が一旦受け入れた圧線案を拒否し、改めて低水準での保証金額による妥結を住民側に提示した。1五十四年昭和十九年四月十四日五十個の住民のうち十二個が 保証内容に応じ、交渉を受け入れた。電源開発はこれ以降、東北電力出身で、田後総発電所建設所長となった、北松智義を総責任者として、保証対策推進本部を設置。土地収容法による、強制収容も視野に入れながら残る住民との、保証交渉に臨んだ。1955年、昭和30年に入ると残る18個のうち13個も、 保証基準に応じて交渉が妥結した。しかし残る5個は最後まで応じず、測量の妨害などを行い抵抗したが、最終的に1956年、昭和31年7月25日に保証基準に応じて妥結。こうして、足掛け8年に及ぶ保証交渉は完全に妥結した。だが、保証交渉の第一線に臨み、ただ見川の鬼と罵倒され、 命を危険に犯しながらも、誠意を持って、住民と向き合った北松は、激務がたたり、視力を悪化させ、ダム感性を見ることなく、職を去ることとなった。また、この後の電源開発は、初代総裁、高崎達之助らの意向もあって、保障問題で、しばしば長期化した、建設省志向のダム事業とは一線を隠し、見ボロダムにおける、 幸福の覚え書きに知られるような独自保障方針を貫くこととなる。住民の多大な犠牲によってダムは完成したが、そこに至るまでの天末は、格好の小説の題材となった。そのあや子は、無名碑を、城山三郎は、黄金鏡を表して、保障交渉やダム建設に絡む人間模様を赤裸々に描き出している。ダム建設は地元に、 大きな困難をもたらした一方、国道252号や只見線の整備が促進されることとなり、冬季は豪雪により身動きできなかった状況を打破している。2010年、平成22年3月16日に、国立歴史民族博物館の第6展示室において、タゴソウ集落が水没する前のジオラマが公開された。 高度経済成長期に重化学工業重視へと産業構造が変化し、それに伴う電力需要に対応する電力供給が必要とされる一方、人口の都市への流出により、農村の過疎化と都市の過密化が進み、農産漁村の自給自足的な生活が急速に失われ、農村が都市の犠牲になったことの象徴としての展示である。 このような経緯を経て1953年、田ゴ総ダムは、奥多ミダム、黒又川第一ダム、黒又川と共に建設事業が正式にスタートし、同年11月よりダム建設に着手した。ダム地点は、険しい山岳地帯で、有数の積雪地帯でもあったことから、第一に実施されたのは、建設資材運搬のための鉄道施設であった。合津川口駅より、 ダム建設地点まで 35.0km 区間の専用鉄道を建設し、1956年昭和31年に開通させた。この後本格的なダムコンクリート打設が開始され、同時に発電所工事も進められた。この間1956年昭和31年7月には、ただみ特定地域総合開発計画を通じ、この事業に関わった。 当時の総理大臣、吉田茂が工事現場を訪問し、見学している。1959年、昭和34年3月には、ダム本体が完成して、淡水も開始され、翌1960年、昭和35年10月、すべてのダム、発電所建設事業が完成した。総工費は、約348億円。 建設に携わった人員は延べ約300万人であり、日本のダムの歴史において特筆される事業の一つであった。だが、困難な建設事業の中でに43名の殉職者を出す結果となり、毎年8月のお盆時に慰霊祭が取り行われている。タゴソダムは規模としては奥田ダミダムと並んで全国屈指の規模を持つ重力式。 コンクリートダムとしては、包み高が全国第6位、包み体積は宮ヶ瀬ダム、中津川に次いで全国第2位である。ちなみに、ダム建設に使用されたセメントの量は、セメント袋に換算して積み重ねた場合、富士山の約311倍の高さとなる膨大な量である。こうしたことからダムは、奥田ダミダム、三ロダム、小川と並ぶ。 電源開発の三大ダムとして、オットーム三大ダムと呼称される。O は、奥ミ、T は、タゴソウ、M は、ミボロの頭文字である。ダム直下に建設された、タゴソウ発電所は当初認可出力38万、キロワットを有し、完成当時から近年までは、一般水力発電所としては、日本一の規模を誇った。その後、オクタダミ発電所の増設。 56万キロワットに伴って2位となったものの、日本屈指の発電所であることに変わりはない。阿賀野川水系は発電所の認可出力において、全国第1位の出力がある河川で、あ、年間の発電量も、基礎川に次いで、第2位である。田後総発電所は、奥多田見発電所、下郷発電所、第2小宅発電所とともに阿賀野川、水系水力発電施設の根幹として、 首都圏、送電線の只見幹線が東京都町田市にある電源開発西東京電力所、現在は西東京流通事業所に名称変更までつながっている。および東北地方の電力需要に貢献している。現在は老朽化した発電機の取り替え工事を経て2012年平成24年完了時点で認可出力は40万キロワットに達した。 ダムは極めて巨大であり、かつ多ソ層発電所の出力も大きいことからダム発電所からの放流により、ただみ川下流の水位変動は大きくなる。過度の水位変動は下流の発電所や河川環境に影響を及ぼすことから放流した下水を平均化して下流への影響を最小限に抑制する逆調整が必要となった。通常、 巨大なダムが建設されると、こうした逆調整を行うためのダム、いわゆる逆調整地がすぐ下流に建設されるケースが多い。タゴソウ発電所の場合は下流にある滝ダムが逆調整のために建設されたダムであるが、中間にタダ町中心部があるため確実な水位調整が必要となった。蒸気の背景もあり、タゴソウダムの直下流に新しいダムを建設し、 ダムから放流される水量を調節して下流への影響を抑え、合わせて新規に水力発電所を建設して、夏季の電力需要ピーク時への対応をずーっとした。こうして1981年、昭和56年に計画発表されたのがタダミダムである。高さ30.0メートルのロックフィルダムであり、ダム直下に付設したタダミ発電所により認可出力6万5千。 キロワットの電力を生み出す。8年の歳月をかけ1989年、平成元年7月28日に運転を開始したが、ただみ町中心部に近い住宅地が水没することで、保証交渉は難航。水源地域対策特別措置法の指定を一時受けることにもなった。両ダムは非常に近い距離にあり、多後総ダムとただみダムの天場、天場と読む。 ダム頂上から双方のダムを望むことができる写真。タゴソウ発電所は一般人の立ち入りが禁止されているが、タダミダムの左岸、国道252号沿いに電発、タダミ展示館があり、水力発電の仕組みを学ぶことができるほか、同じく立ち入り禁止の大鳥ダムの写真や、タゴソウダム建設中の写真も展示されている。また、年締め赤年館が併設され、レストランや、 売店もあるダムによって誕生した田子倉庫はダムと同じく日本有数の規模がある。総貯水容量は徳山ダム、伊比川、奥田ダ,ミダムに次に日本第3位であり、貯水池の面積である淡水面積は日本第6位である。ダム湖には遊覧船が運航し、初夏の新緑と秋の紅葉時期には観光客が訪れる。見町は 山菜料理や岩菜料理、蕎麦を楽しむことができる。またこの地は、北越戦争の際に活躍した長岡藩画郎、河合継之助が負傷した体で、会津藩を目指したが、会津若松にたどり着くことなく、無念の死を遂げた地でもある。津之助周焉の地である只見町塩沢には、彼の功績を称えた、河合継之助記念館を、はじめゆかりのスポットがあり、歴史ファンが訪れる。 このほか、合図のマッターホルンと呼ばれる加茂岳などの登山道の起点でもある。ダム、湖へは国道252号を利用して向かうことになる。関越自動車道、小出インターチェンジ、または万越自動車道、合図万下インターチェンジ下車後、ただ町方面へ進む。この国道252号は、60里越、峠と通称され、 越後と藍津若松市を結ぶ重要な街道であったが、長年にわたり、通行困難であった。60里越トンネルの整備などにより1973年、昭和48年に、全通、十数キロメートル北にある、80里越、国道289号が、現在でも、未開通、いわゆる転線国道であることから、長岡市、魚沼市、南魚沼市と藍津若松市を結ぶ、 重要路線となっている。しかし、当期、おおむね11月中旬から5月中旬は、なだれや落石の危険性が高まるため、魚根町末沢から、県境の60里越トンネルを挟んで、た見町大和石伏あ上宮淵までの間は、全面通行止めとなる。未開通部分であった、国道289号の甲子峠越え。 登山国道が、甲子道路に設けられた福島県庁の道路トンネルにより2008年、平成20年9月に実現し、白川方面からのアクセスの利便性が格段に向上した。また、田後総ダムと奥田波ダム方面には、水路はあるものの、直接は、どこでも行くことはできず、一旦小出へ抜けて、奥田波シルバーラインで再度県境を越える以外、交通手段がない。 奥多ダミダム多護僧ダム間は、人席未踏の地である、中間部にある大鳥ダムは、一般人通年立ち入り禁止。一方、鉄道の場合は、東日本旅客鉄道、JR 東日本多ダミ線が、東ダムの最寄り路線となる。特に晩秋から、晩春は前日の通り、国道252号線、60列が、約半年間の長期にわたって、 積雪のため通行を止めにるため、ただみ線が新潟県、魚沼地方と福島県、ただみ地方を結ぶ唯一の交通手段となる。1971年、昭和46年8月、同線の大白川駅、ただみ駅間の開通と伴い、同時に途中駅として開設された、田後総駅が最寄り駅であったが、2013年、 平成25年3月16日ダイヤ改正で廃止、廃駅となったため、只見駅が最寄り駅となった。前述の国道252号線閉鎖中は、国道に隣接する展望台も同様に閉鎖されて近づくことができないため、当器のダムは走行中の列車の車窓から眺めるのみとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。